伊藤さんはお茶始めて何年になりますかね。約8年間先生に、厳しく楽しくそしてご指導いただいております。よかった、楽しくもやっていただいてそうなんですよ、ね、8年なんですもんね。すごい長い間でだとも思うんですけれども、まあ、まだまだこれからでもあるし、でも今の、ね、時点でお茶の魅力っていうのはなんか、ね、伊藤さん今のところどのようなところが一番魅力だと思っていらっしゃいますか。はい、前半で話せていただきました、ごくごく当たり前のことを徹底してやりなさいっていうことがですね、この茶道の中にですね多く教えられていてですね、いいなっていうことを感じました。一点がですね、お茶会を開くときに、お客様にですね、3回ですね、ご訪問するということを教えていただきました。1回目はお茶の案内、そして前日にご挨拶、はい、で終わった後にお礼のご挨拶と、このことはですね、はい、このお礼のその3回その豆に行くっていうことはですね、すごく学ばせていただきましたし、茶事の中ですね、食べたお皿をですね、はい、清めるっていうこともですね、学ばせていただきましたし、何よりもですね、はい、お辞儀のですね、仕方をですね、はい、教えていただいたっていう、このごくごく当たり前のですね、松下幸之助氏がですね、求めその人格を、はい、高めるっていうところにですね、この茶道にですね、あるっていうことをですね、教えてもらったのが私の大きな一つの魅力の一点です。ああ、そうなんですね。もう一個、茶道のですね、はいはい、お点前って言うんですけど、僕たちの音がすごく大好きなのでちょっと聞いていただいていいですか。はい、これはですね、お茶に、お茶室から入ってきて釜の前で座って、で最初にですね、お茶を入れる、茶杓っていうのをですね、まあ、釜の蓋をですね上に置いて、その静寂の中でのですね、この音はですね、何とも私はですね、行ってよかったなっていうふうに思います。無数の瞬間にやっぱ そこまで感じ取るわけですね。もう一点がですね、音がですね、いいのがですね、これ茶、お茶を立てる時のこの茶筅の音が好きです。ぜひちょっと聞いてみなさいだけです。この音はですね、自分も立ててるし他のお稽古さんの立ててるこの音を聞くとですね、なんか落ち着くっていう、この音の魅力っていうんですか、この魅力はですね最高だなと思います。もう一点はですね、この政治の仕事をしてますとですね、目標実現したい実現したいっていう、その毎日目標を追いかける日々なんですけども、茶道のお稽古に来ますと、お茶室に入り掛け軸があります。その掛け軸の大基本は逆に大歩、退く歩く、逆に戻ってですね、命の尊さを、一番大事なのは自分自身の命のなんだよ、またお茶が飲める味がいたっていうです、この命とですね、自分の機能、自分の体の働きっていうですね、本当の大事なものを教えてくれるっていうのがですね、やっぱりこのお茶のですね、私はね魅力があるんですよね。一度原点に戻るとですね、このお茶室を出た時のこの2倍3倍馬力があるっていうので、私は感じているその魅力です。なんか身が引き締まる思いがしますいや、なんかでもそれ本質ですよね。なんかもう先人からの日本人のやっぱり本当にそれがもう入り込んでる、伊藤さんの中に入り込んでるなっていうのと、そのことを感じられることっていうのが、そしてそれが安らぎ、癒しになってて、ね、また原点でそこにいるだけでいいよっていう、その承認してもらえてる、ね、あらゆる万物からなんかもう全部承認してもらえてるような感覚を覚えるのかなって今感じたんですけど、それはやっぱり先生が日頃私たちに言ってくださっていることをですねただ話させていただきたんで、本当に先生には本当8年間大変にですね、いいご指導いただいているなというふうに思ってます。もう私言う言葉がないぐらいにもういっぱいなんかものすごく気迫を感じるですよね。もうすごい
言いたいことがいっぱいあるんだ、伝えたいことがいっぱいあるんだって皆様にも、そしてねもうこれからの若い人たちとか、まあ本当にいろんな人にお伝えしたいこと、それほどまでにお茶がなんか魅力があるということを改めてなんか感じさせていただくっていう、はい、そのような思いですね。議員活動でですね、一番大事なのがですね、議会質問です。議会で登壇に上がって、はい、知事に質問するっていうことが、我々が大事な仕事です。なるほど。そこの中でですね、はい、やっぱ茶道で教えていただいたのは、自分の議席から議会質問する登壇までの歩き方、ゆっくり歩いて落ち着いてですね、登壇場所に臨むというようなことがすごくですね、私自身今まで早口だったりですねせっかちだったんですけど、茶道をやることによってですね、登壇場所に行くまでですね、お手前のように落ち着いた精神で知事等にですね質問できるようになったっていうですね、これはすごくやっぱ平常心をですね養わせていただいたのかなっていうふうに感じているところです。あ、なるほど、なんか目に浮かぶようです。もう一個が入るんですね。いや全然もう、はいはい、もう一個はですね、はい、やっぱり茶道のあの花ですね、はい、野花をですねやっぱり茶道をやるようになって気づきました。そういった中ですね、はい、原点の一軒一軒個別訪問をする中でですね、やっぱり花を見てですね心が癒されたっていうのがですね、やっぱこれ茶道をやってですね、良かったなというふうに思っております。